はい、えー、本日はね、この夏に予定されているイーサリアムのアップグレード情報についてちょっとお話ししていこうかと思います。皆さんもご存知の通り、イーサリアムのエコシステムを支えているのはイーサリアム財団というものなんですけども、今回はイーサリアム財団から15日、7月15日に発表された大型アップグレードのこのロンドンというね、アップグレードのタイトルですけども、こちらの実施時期の発表です。 先週も提案されていたんですけども、8月3日から5日頃、まあブロック中があ、まあ12965000の到達時点にメインネットでアクティベートする形となります。ですんでね、来月、もうあと2週間ほどで来ますけども、8月3日から5日の間に、えー、イーサリアムに大注目ということでございます。仕込む方はね、仕込んでいただいて、理学する方は理学しておいてくださいね。で、大型アップグレードのこのロンドンなんですけども、 テストネットでの実装を無事完了しました。先週も提案されていたんですが、その通りに、これからお話しする5つの EIP、これイーサリアム改善案ですね。こちらの方が実施されるということです。今までイーサリアムっていうのはいろんな問題を抱えていましたけども、今回5つが解決されるということになります。まずはですね、 eip1559 なんですけども、手数料モデルの変更ですございます。これが一番私としてはね、ありがたいことですよね。あの、分散型金融の defy っていうのもかなり需要を高めてきてますんで、イーサリアムのね、えー、利用価値っていうのはこれからますます高まっていくと。まあ、この辺に私はあーイーサリアムがが、あー、イーサ e 100万円というね、裏付けを持っているわけなんですけどもね。ただそうなるかどうかわかりませんよ。で、二つ目なんですけども、EIP の3198というタイトルです。基本手数料のオペコードの追加になります。まあこれも先ほどお話した手数料モデルの変更に密接に関わっていますけども、何のことかわからないということはね、また別動画で説明してますので、そちらの方をご覧いただければと思います。三つ目。 ガスの払い戻しの一部削減。これが EIP の3529というものになっています。あと2つありますけども、0XEF から始まるコントラクトの拒否。EIP の3541。これについてもちょっと話が長くなりますので、また別の動画を作りますね。これはね。で、最後5つ目なんですけども、 ディフィカルティポブを2021年12月1日まで延期したよってことなんで、えー、イーサリアムのイベントにつきましてはね、12月の1日にも、あの EIP3554 っていうのが残されてますので、今年中は期待いっぱいということになっております。で、この5つの中でね、注目を集めているのが、私も注目してるんですけども、手数料モデルの変更、EIP1559 なんですよ。 基本手数料が新たに導入される他に、手数料が焼却される新システムが導入される見込みになってますんで、これがね、8月の参加の号に間に合うかなってことで、どうやら間に合いそうなんですよ。で、ガス代の削減や供給名の変化によるイーサリアムのデフレ資産化。ああ、つまりこれはですね、これに伴うイーサの価格上昇ということなんですよ。私が注目しているのはここです。しっかりと仕込んでますからね。これが期待されているってことになります。えー、EIP の1559。 このナンバーがね、もう私のイーサレム人生を大きく飛躍させるんではないかなと思ってますけどね。はい、まとめになりますけども、アップグレード実装までの期間中、ロンドンの脆弱性に対するバグバウンティープログラム、こちらの報酬は2倍になります。よろしいですかこれ関わってる方ね、2倍ですからね。コミュニティから高度のミスに対する指摘を募る格好になりますけども、 報酬2倍ですんでね、えー、皆さん、関わる方頑張っていただいて、イーサリアムのホルダーさんにね、えー、結構な利益をもたらしてくれるんじゃないかなと思います。えー、よろしくお願いします。で、アップグレードに必要な準備は何かあるのってことなんですけども、これはね、えっ、ー、と参考になる動画を概要欄につけときますけども、まあ、簡単にお話しするとこういうことになります。 まあ、イーサリアム財団は、一般のイーサリアム利用者及びイーサリアム保有者は、特別の対応をする必要はないと説明しています。これが、あ大筋です。取引所やウォレット。まあ、これはウェブですとかモバイルですとかハードウェアですね。こちらを管理する企業から連絡があった場合は、それに従うように進めたということなんで、まあ、基本的には何もやることないよってことなんですよ。まあ、いつものことですけどね。 また、イーサリアムのノード運営者は、ノードをアップグレードする必要があると説明しております。イーサリアムのマイナーなどは、最新のイーサリアムクライアントをダウンロードして、ガス代の上昇を、上限を2倍にするなど、別途対応が必要となってますので、マイナーさんはね、この辺に留意してください。それでは本日のイーサリアム情報は以上でございます。何かと楽しみなイーサリアム今年の夏にね、大きなインパクトがあって、そして、今年中にイーサリアムに結論が出ると私は踏んでおります。それでは以上です。